豚の日は毎年3月1日にアメリカ合衆国で開催される豚を祝う行事である。このお祝いは1972年に姉妹であるテキサス州ラボック市の教師エレン・スタンリーとノースカロライナ州ビューフォート町のイ部によると豚の日の目的は一般には認知されていないが人類にとって最も聡明で飼いならされた動物の一種である豚の 正当な地位を認めることである。この日は、アメリカ全土の動物園、学校、老人ホーム、スポーツ大会の場においても祝われるが、特に、アメリカ中西部で最も多く祝われている。また、ピンク色の豚パンチと豚肉料理が振る舞われ、豚に敬意を示して、ピンク色の豚の尻尾をかたどったリボンを、周りの木に結びつけた、豚パーティーの日としても知られる。 チェイスのイベントカレンダーによると、豚の日は、ペテン氏の休日、喜びを分かち合う日、ピーナッツバター愛好者の日と同じである。豚の日には、未解決の疑問がある。それは、この休日が豚への敬意を、豚たちへの休暇を与えることで示すのか、あるいは、豚からの供物に感謝することで示すのか、というものである。1991年。 ケンタッキー州歴シントンの老人ホームでは、豚の日を祝って、豚のパレードが催された。時期の豚、豚の鍋つかみ、豚の貯金箱、キャラコや、クロスステッチで作られた豚などの手。ペンシルベニア州とニュージャージー州にまたがるリーハイバレー。では2008年の豚の日にちなんで、豚をマスコットとするリーハイバレーアイアンピグスが、コカ・コーラパークで開催される。 エキシビションや開幕戦を含むホームゲーム73試合のチケットを一般向けに販売した。そのお祝いはスポークタクラーの日としてチームのゼネラルマネージャーであるカートランデスの言葉、我々はリーハイバレーで豚の日を公にお祝いする日にしていくことに参加するのが楽しみだに、基づいてフランチャイズの歴史の中で成立した。他の豚の日の呼び物には無料で振る舞われる。 豚肉の焼肉や、アイアンピックスのマスコットフェロスの登板、子供向けの活動としては、豚のペーパークラフト作り、アイアンピックスのタトゥー、フェロスの尻尾にバッジをつけてあげるイベントがある。イリノイ州では、良い意味で、あまり尊敬されない、種のお祝いが行われる。これは、豚肉産業が、アメリカの経済に19億ドルの貢献をしている、事実に基づいている。 2007年の井戸市の豚の日は豚との関連で語られ、イリノイ州の多くのファンが祭りとパレードのために豚の花と帽子を着用した。彼らはユカタン半島から来たピントという名前の体重2 3ラムのミニ豚がスポーツ活動をシカゴ市郊外のブルックフィールド動物園で観戦した。ニューヨーク市、編集ポットベリーピークニューヨーク市のセントラルパークにある 必ッシュ子ども動物園では、例年、ポットベリーピック人気にあやかって、豚の日をお祝いしている。1998年には、0最9ヶ月の2匹の小豚、ゼルマトルイスと 84kg のスピーディーという友達の豚が来園者を出迎え、子供向けの鼻息を競うコンテストが開催された。2009年には、ベトナムのポットベリーピック、オリバーとオーティスが、 子供動物園の豚の日7周年記念のショーを講演してダッシュすると銘打った。そのショーでは、これまでの豚が演じてきたものを振り返る要素が織り混ぜられた。ロングアイランド、編集ロングアイランドでは、ある家族が彼らのポットベリーピックに特別な待遇を示し、豚肉を食べるのを控え、特別な豚の日の食事を準備した。ヤファンク、編集サフォークグニアファンクの農場では、 コーネル大学共同普及事業体が豚計画を支援することで豚の日を祝っている。この計画では今日は豚を抱きしめてあげようすぐに 100kg に成長して生頓の天国に達するだろうと題して計画を実施する農場の豚を家族で訪問する。その農場から得られた肉はサフォーク軍工事所の習慣者に与えられる。ゆえにその日は豚を 動物園にいるかのように見物する奇妙な日なのである。だが、彼らの命が限られていることを我々は知っている。もちろん、養豚状の豚やオス豚、オス豚の帰りを待つメス豚は別であるが、大きなバートは650ポンドあり、たくましき燃え上がる愛としてその農場で親しまれた。お祝いでは、ミス、ピギーとポーキーピックが敬意を表され、豚に関する事実が発表された。 その事実とは、クリストファー・コロンブスは 1207kg の世界最重量の豚をはじめとする豚たちを連れて航海に出たのだ。というものであった。出席者の中には、リルピックアウト市、同社社長は、我々はグミとリコリスカ氏の豚を思いついた。と、ピンク色の豚のペンを配りながら発言した。日本では個人がウェブサイトやブログで3月1日が、 豚の日であることや、豚の日を創始した姉妹の話を紹介しているに、とどまる。3月1日の豚の日とは別に、鹿児島県黒牛黒豚銘柄販売促進協議会は、1998年に9月6日を、鹿児島黒牛黒豚の日と定め、鹿児島県産の黒豚の販売促進キャンペーンを実施している。ありがとうございます。